はい、どうもこんにちは、ティアさんです。今回弱体化入ったサングラス買って遊んでいこうと思います。アイビーと共にね、弱体化サングラスにも入りました。まあ、アイビーの方は、まあ、結局入ったけど、まあ、バンはされるんですけど、サングラスに関しては、まあ、チェイスキャラクターだからやっぱサングラスって、そのチェイスの部分が今回の影響で弱くなってたら、ワンチャンバンから解放される可能性があるのかどうか試していきます。さあ、あのね、結局ファーストチェイスはあんま変わってなくて、弱体化内容を振り返っていくと、通常攻撃、ため攻撃ともにヒットしなかった時の、まあ、要するに影から出るために攻撃を振った後の硬直が結構伸びました。お、長い長確かね、通常攻撃の方でも確か 0.4 秒ぐらい伸びるんだよね。だからその影から頻繁にその出たり入ったり繰り返してしまうと、まあ、その分 0.4 秒、ちょっと秒数間違ったらごめんなさいっていう感じで伸びていって、まあ距離が取れていくと、そんな感じの調整になってる。まあいつどのシーンで見てもまあ絶対試合に影響はある。またそれがそのそれのおかげで距離が最悪開けたかと言われると、まあその辺はサングレーの影移動の連動とか、まあ影移動ルートとか、まあチェイスルートとか、その辺に影響してくるとは思います。で、まあ、そんなにね、ファーストチェイスは変わってない、そのぐらいしか変わってないからあんまなんだけど、存在感マックスはとんでもない弱体化が入っていて、 OK よし。まあ、ちょっとこれ存在感マックスにもしたいけど、異常をちょっと打ちに行きたいな。向こう側回してるホットさんに、あー、いいため攻撃で、ヒットした時の硬直はそんな変わってない。命中しなかった時だけ遅くなってますね。これちょっと殴りたい気持ちをグッとこらえて先に異常入りに行くわ。これ入手なかったらいいな。マント使って危ないミスったと思ったらマントをね出す癖をつけとかなきゃね。で、問題はこの後俺が見つけられるかって話ね。これ単行者、あ、よかった、いた、よかったよかった。ここで見失ったらマジもう大崩れだからな。よしよしよし。さあ、あと一発殴ったら存在感マックスですね。で、存在感マックスはこのスピードアップがもう完全になくなっちゃって、で飛距離アップだけになったから、もうその後半の影移動スピードとかマジでめっちゃ下がる。てかね、これテスサーバンと比較なんだけど、ジャンプした後の硬直の感じがすげえ変わってる気がする。あ、殴れた、でかフラホーぐらいかなと思ったから殴れたわ。じゃあ殴れたならちょっとこれ、うわおっさ気持ち悪い。あ、しかもちょうどマント切れちゃった。いや、救助来ないのか。めっちゃ気持ち悪かったな今の鍵移動。みんなわかりますか、この遅いまま飛距離だけなんか伸びてるから、なんかわかんない、なんか届くか届く、うわなんか変な感じ、届くか届かないのか、なんか脳内でよくわかんないことになってきちゃった。こことかはさすがに無理だから、いやマジでよく、え、うまい、あはこれ殴れないか、惜しい。でもよくわかんないよ、すごいなんか脳がバグってるよ、なんかおかしい、変な感じにさせられてる。いやー、まあどうなんだろう、一発分殴らせる。いやでも遅いな、この後の一回この影さ、長距離移動しなかったとしても、このグンっていうスピードもそうだし、なんかまあ遅いなって感じです。まあこういう骨董賞とかの棒も合わせやすいというか、まあ鍵移動したの見てから合わせやすいんだろうなーっていう気はするね、なんかなんとなく。さあ、とりあえずここに捕まえて、まあ傭兵いるからちょっと、まあ異常はあるけど、一旦もう傭兵にガッツリ合わずにかけに行こうか。ちょっと鍵移動しに行こうか。移動して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 、はいはい。まあどうなんだろう、まあ存在感マックスが弱くなったから、でもめっちゃきついわけではね、おっそ変な感じ。うん、でもこうやってちゃんと連鎖すれば大丈夫だしな。多分サングリアバーンする人って多分、あ、最悪起爆した。サングリアバーンする人って結局そのどうしようもできない、そのファーストチェイスって多分でもみんな嫌がってるんじゃないかな。だからファーストチェイスはそんな変わってないから、そのどうしようもないファーストチェイス部分を嫌っていう人は、まあ、引き続きバーンでいいんじゃないかな。まあ、2番だったら、サングリアバーンかもな。か、まあ、その、なんか他に嫌なハンター、めっちゃ多いし、普通になんか勝てないし、みたいな感じのハンターいる人は、そっちバーンしてもいいだろうし。まあ、どうだろう。でもこれ、難しい。1番の人は、アイビーかサングリアかって話だよね。なんか今、ボディーかなんかに詰まった。ボディーかなんかに詰まった後にそこにあるね。その、引っ張ってるこの段ボールね、わかるよ。そこ引っかかるからね。これ引っかかってたな。まあでも一番の人は、まあ性能だけで言うんだったらアイビー番なんだけど、でも結局アイビー、多分一番のランク帯で逆にいないんじゃないかな。まあ番しても、その、結局別にアイビー使わないもんねーっていうハンター入ったら意味ないから、今ね、サングリアって、今2番目に人口多いんだよね。認知ポイント的には。だから、そうなってくると、まあ普通にサングリア番した方が番としては刺さりやすいかもしれない。まあ、今サングリアと2大人気だからね。そうなってくると、まあ、どっちをバンした方が刺さるのかなっていう話にはなってくる。
まあその辺はお好みですね。いやでもこれ、存在感マックス、でもマックスになるタイミングって一人飛ばしてるんだよな、サングリアって絶対。一人飛ばしておけば、まあ影移動のご利用しもまあ確かに決めたいけど、三人盤面で、結局やっぱサングリアって、スピード、影移動のスピードが一番求められるように思えて、実際立ち回りだから、影移動も大事なのはまあ当たり前として、それ以上に、それプラスのその立ち回りっていう部分、あ、最悪。立ち回りでどれだけ優位を取っていけるかっていう部分だから、あ、いいフラホだ。あー、これもう一回分あるからな。さあ、奮起した。その後にやっていきたい。あれ？それあれないの？あれなんか傭兵にスナップ系マークついてる。そっちかーい。じゃあやりにくか。一応影だけ残してね。いやでもこの構築毎回1テンポちょっと遅いのなんか気持ち悪いな。でもなんかこれもなんかアイビーと一緒で、別になんか負けはしないけど、サングリア別にこれ、この影響で。引き分けはなんか知らない間に増えてそうな感じは、なんかなんとなく香るね。ちょっともう一回やってみますね。さあ2戦目遊んでいこうと思います。アイビーもサングリアも、確実にね、冷静に考えて普通にめちゃ弱体化してるはずなのよ。この書いてあることとかさ、もう影響を実際に考えたらめちゃ弱体化してるのに、元がさ、二人とも強すぎてさ、なんか、元が強すぎるがゆえに、別にこの弱体化してもなんか、いけてるんだよ。おかしなことで。例えば、このぐらいのレベルの調整でさ、他のキャラクターでなんか、入った場合、まあなんか、芸者とか、まあなんかその辺の案とかさ、なんか入った場合、うわ、これやばいじゃんって感じで騒がれると思うんだけど、別にこれなんか、サングリアとアイビーだからこの弱体化してもなんか、いけてる感はなんか、あるな。はい、一発殴って。だから、実際、ちゃんと弱体化してるんだけど、別にサングリアも戦えるし、サングリアも戦えるレベルってことは、まあサングリア目線とかハンター目線から考えても、まあほどほどに弱くなったけどまだ戦えるレベルで、サバイバーからしたらどうなんだろうな。でもやっぱこうやって磁石より先にやってくるみたいなスピードで来られて、こういうダウンをやっぱ取られちゃうから、普通に使い手のサングリアが来たらいつそうな感じもするけどな。どうなんでしょうか。さあ、うわっ、いいボール。さあ止まったんだったら、はい、殴って、いいね。こんだけせかしたのはでかい。あ、いいフラフォ。どうして？よし、いい欲張りジャンプ。まあこれ、そのままいく。あ、そうだ。そして今回ですね、池江も、ついでに弱体化入ってると思います。池江も、開幕使えるようになる秒数っていうのが10秒間増えて、今までみたいに速攻で、ゲーム開始40秒でやってくるみたいなことがなくなって、ちょっと遅くなりましたね。だからまあ、池江サングリアに関してはもうほぼほぼ、なくなったなっていう感じがする。俺は選択肢としてはね。オッケー。これ、でかくね？ワンチャン枯れそう。なんかちょっと詰まってたよ。ワンチャン枯れそう。うわ、惜しい。まあでも、でもだな、これ。もう気合抜いた当てマンじゃん。気合抜いた当てマンだけど、落ち着くよ。この瞬間移動も使っていくと。多分ね、まあこういう板感瞬間も、やっていけばまあ、普通に板、読み合い見てから当てるの難しそうだな。よし、さあ、結果救助外という形になった。まあ、袋もあるからな。袋使わなかったね。はい、来るか。こっち側アスレを上げた占い師が多分この辺からやってくるはずです。大外回りで来るか、小屋側がで来るかちょっと分かんないな。まあこの辺で待ってようか。いや、にしても変な感じするわ、存在感マックスのね。本当に変な感じ。いいでしょ。あ、先にフラホね、先フラホ型。さあ、袋を使うかどうか。使わないな。一発目すかす動きしちゃったから、多分使ってくれない。あ、オッケーオッケー。あ、でも殴っちゃった。やばい、まあ、今、今、今、これだったら袋も使ってるし、うわ、いい加速だ。これワンチャン殴れたかもしんないね、今の。今の、加速してる弱体化前だったら応援団の加速に多分追いついて、多分今殴れてた気がするから、今のは弱体化の影響多分出てるわ。さあ、追走に戻って、OK！ まあ結局これが、これ今のも届かなかったら、うわーって思ったけど、結局これ届くんだよね。結局ね、どんだけ、ね、強かったんだよって話だけどね、今までが。OK！ ナイス！いや、なんか、2戦目サクッと終わったな。まあということで、今日は弱体化したサングリアを使ってみました。まあ弱体化アイビーも使ったんで、そっち側気になる人はよかったら動画ご覧ください。まあどっちも触ってみた感じ、どっちもまだ強えな。強いけど、ちゃんと多分サングリア対策もちゃんと進んでいってると思うよね。だんだんとね、やっぱ1番の人はやっぱ IB 番をしてるし、サングリアの対戦回数も全体のサバイバーを見てもだんだん増えてるから、
このサバイバーがだんだんじわじわとねゆっくりサングに対して理解度が高まってる段階でさらにこの弱体感が入ってってなってきたらもうちょい多分時間かかる、もうちょい時間かかってまあ引き分けを望みやすかったりみたいな試合が増えてくるんじゃないかなっていう、まあ、予想はなんとなくしてますね。はい、まあ、ということで今日はサングリア使ってみました。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。